皆さんこんばんは。この動画は息子が2泊3日の移動教室に行っている時に撮影しました。久しぶりに夫と2人きりの夜だったんですけど、夕食も終わり、今からウォーキングに行くところです。一人の時はジムに行くことが多いですが、今日は夫が一緒なので近所の河原を歩きたいと思います。それこそ自転車で来た方がいいんじゃない？ここは自転車、自転車の方が絶対ある。はい、真っ暗で何も映っていませんが、30分ほど歩きました。帰り道、お花屋さんの前を通ったら道断ツツジが入荷していたので買ってきました。最近はお花だけではなく、こうした枝を買ってくることも多いんですけど、道断ツツジは今年はこれが最後かもしれないですね。季節はすっかり秋ですが、部屋に飾ると清々しい気持ちになるので大好きな枝です。ではお風呂に入ります。まず髪の毛を洗っていくんですけど、最近使っているシャンプーは夜カームナイトリペアです。ラベルのデザインもおしゃれで可愛いですよね。夜は夜間美容シャンプーなんですけど、睡眠中の乾燥や摩擦ダメージに着目したナイトケアビューティーブランドです。睡眠中の髪は枕や布団の摩擦、エアコンなどの乾燥でパサついてしまい、実は過酷なダメージを受けていて、翌朝のパサつき、広がり、寝癖の原因はこのダメージから発生しているそうです。そこで夜は独自のナイトケア処方で髪一本一本をしっかりとコーティングして、睡眠中の摩擦ダメージから髪を守ってくれます。寝ている間を美容タイムにできるのはいいですよね。夜のシャンプーはとろみのあるテクスチャーです。ノンシリコンなのに泡立ちがすごくいいので、髪の毛が長くて量が多い私でも2プッシュでこれだけ泡立ちます。柔らかな濃密泡で髪の汚れと頭皮を優しく洗い上げてくれます。香りはピオニーやラベンダーなどの華やかなブーケに柔らかなネロリをブレンドしてくれていて、お花に囲まれたような香りです。安らぎを与えてくれる優しい香りで、シャンプーの時間が癒しの時間に変わります。泡切れもいいですし、洗い上がりの髪はきしむことなくしっとりしているんですけど、頭皮はすっきりしています。続いてトリートメントですが、こちらはこっくりとしたまろやかなテクスチャーです。髪一本一本をコーティングしながら、髪の内側へ保湿成分をたっぷり届けてくれます。そしたら髪を一つにまとめて、少し置いている間に体を洗います。トリートメントが髪に浸透したら洗い流しますが、洗い流した後はしっとり滑らかな手触りです。指通りも滑らかで、こちらもきしむ感じは一切ないです。今日は仕上げにジェルヘアマスクをします。こちらは伸びがよくみずみずしいテクスチャーです。先ほどのシャンプーとトリートメントだけでもしっとりするんですけど、こちらを使うとさらにしっとりなので、私は週1回を目安に使っています。特に髪の毛の痛みが気になる方はぜひ使ってみてください。素早く髪に浸透する美容ジェルなので、たった10秒ほど揉み込んで洗い流すだけと、使用方法も簡単です。保湿効果の高い浸透型コラーゲンが配合されていて、髪の表面から内部まで潤いを届けてくれます。洗い流している時からスルスルまとまる感じで、洗い流した後の髪はツヤツヤツルンとしています。では入浴剤を入れて体を温めます。お風呂上がりはパックをして、その間にドライヤーをします。乾かしている段階も指通りがいいです。見てください、保湿されて毛先までまとまりのあるうるつや髪に仕上がりました。オイルなどは一切つけていなくて、乾かしただけでこの仕上がりです。
夫もお風呂上がったので一緒に映画を見たいと思います。何もないとは思いますが、もしかして学校から連絡があるかもしれないということで、この日はノンアルコールにしました。ではそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。改めまして皆さん、おはようございます。歯磨きをしているところですが、今朝の髪の毛の状態はこんな感じです。本当に起きたままの状態でまだブラッシングもしていないのに、このまとまり具合すごくないですか？私は寝起きの髪の毛がパサついて広がっているのが悩みだったんですけど、寝る前にしっかりケアすると翌朝の髪もしっとりまとまってくれていて、毎朝感動しています。ではブラッシングをして髪の毛を巻いていきます。最近は毛先だけ内巻きにして一つにまとめることが多いです。夜の濃密補修によって翌朝のスタイリングが楽になりましたし、ヘアセットの時間もかなり短縮されます。忙しい朝の時間に余裕ができるので心にも余裕が生まれます。私の場合ヘアセットは10分もかかっていないです。はい、今朝は夫と2人だったのでモーニングを食べに行きたいなと思っていたんですけど、結局家で作ることにしました。はい、ありがとう。これシロップかける？うん、かけようかな。はい、ここまでご覧いただきましてありがとうございます。息子も無事に帰宅しまして、また普段の日常が戻ってきたんですけど、やっぱり多少騒がしくても気配を感じられるだけで安心できますね。たくさんの土産話も持ち帰ってくれたんですけど、楽しそうな様子が想像できて嬉しかったです。そして動画内でご紹介させていただいた夜カームナイトリペアシリーズですが、こちらはリラックスナイトリペアシリーズも販売されています。
ちらも睡眠中の摩擦ダメージから髪を守るナイトケア処方の考え方は共通していますが、広がり、パサつきが気になる方はカームナイトリペアですんなりうるつや髪に、うねり、ごわつきが気になる方はリラックスナイトリペアですんなりうるさら髪を目指してください。夜のヘアケアシリーズはバラエティショップやドラッグストア、アマゾン、楽天市場などから購入できるのですが、今回特別に楽天で使える限定クーポンを発行していただきましたので、詳細は下の概要欄をご覧ください。夜のヘアケアで朝のスタイリングに余裕ができるってこんなに楽なんだと感動しています。それでは質問最後までご覧いただきありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。